ライドナウしました、エツシソです。今、袖ヶ浦フォレストレース園に来ています。これから乗るのは、ヒョンデアイオニック 5N です。もうこの車、車好きの方だったら、どこかで見たよなという方、ね、多いんじゃないかなと思います。ナムヤンというところに、ヒョンデのね、開発拠点があります。その N であり、ニュルブルクリンクの N です。これを冠したハイパフォーマンスマシン。しかも、パフォーマンスと言いましたけど、まさにね、ハイパワーマシンではないんですよね。EV で速いのはできる。そうじゃなくてパフォーマンス。走って楽しいものにするということで、ドリフトモードがあったり、他にもいろんなスイッチいっぱいあるじゃないですか。こういうね、仕掛けがいっぱいで、とても楽しませてくれそうな車です。まあ、先導車付きなんで、それほどいろんなことができるわけではないと思いますけども、できる限り試して皆さんとね、いかにハイパフォーマンスかシェアしてみたいなと思います。そろそろスタートです。はい、スタートです。ドラポジちょっとね、ステアリングが上がり気味ですね。でもシート専用のやつは悪くない感じがします。はい、ノーマルモードで走り出しました。ここだとサウンドとかの追加はないし、乗り心地も穏やかなものですね。日本仕様ということで、実は日本でね、しっかりテストして、ちょっとね、ギャップの乗り越えとか、そういうのを調整したそうです。首都高とかね、そういうとこ走って乗り心地良くしながらパフォーマンスをしっかりと出していく。そこを、まあ、注力したという話でした。この辺はね、本当にまだまだ全然落ち着いた、いい車、いい EV って感じですね。はい、N ボタン押しそうです。ハンドルまっすぐになったらね、まずはここから入ってきます。ちょっと早いけど押すと、お、はい、音出た、はい、お楽しみください。前の車の音だな、これは。まずピックアップがすごい、スペック言ってなかったですけど、フロントモーター175kW、リアモーター303キロワット、足して478キロワットです。つまり650馬力なんですね。で、一方で車重がね、はい、2トン超えてるということで、はい、ではこの N モードの状態で一周走っていきます。はい、このモードで N モードで一周走るということです。音はね、出てなかったな。まだ EV サウンドではなくて、元々の EV サウンドですね。でもめちゃ速いんで、まあ、EV 感覚ですよね。 EV ってこういう不思議な感じある。そしてこういう回り込んだコーナーがすごくニュートラルな感じしますね。これはね、サーキットが楽しいなという予感がすごくします。右下の N を押すと今度は何が起こるんでしょうね。ちょっと楽しみですけども、はい、じゃあ、はい、押して、お、音出た。すごい面白いじゃないですか。非常にあの内燃機の車と同じようなフィーリングで、これね、発足 DCT と、まあ、ドライブフィールを寄せてるというんですね。この音だけじゃなくて、ちゃんと変速感、変速の時って一瞬ショックあるじゃないですか。こういうものをしっかり再現してると、はい、スポーツ走行に非常に最適かなと思います。またあのシフトアップもね、非常にあの、ほら、これが非常に再現されてすごいなこれね、エンジン車みたいですよ、本当。あのいい意味でね、あんまりこうなんだギミック感があるというか、本当のエンジンみたいな気持ちいいサウンド。これいろんなサウンドが選べて、リアルなエンジン音とかグランツーリスモのマシンのエンジン音、さらにスペーシーなやつ3つ用意されてます。これもちろんパドルシフトがあるんで、パドル使ってもいいと、使ってみるかな。ほら、こうやってね、ちゃんとシフトしないとダメ。シフトインジケーターもちゃんとある。オレンジ色の NGB ボタンを押します。NGB、はい、これでブーストモード入ります。これブーストモード、ブーストで押していきます。 N グリーン、はい、ああ、速い、170ぐらい行きましたね。スピードかなり出てます。
はい、この NGB というボタンを押すとブーストモード入ります。いやすごい迫力、なかなか味わえないようなねパワフルな、加速お楽しみいただけてると思います。でもね、速いだけがこの車の面白さじゃないんですよね。実は駆動力、前後の駆動力配分とかポチポチとリア寄りにしていくことができます。まあそもそもねリア寄りじゃないですか。ほらこうやってシフトダウンができる。でも超安定してんだよな。そこが。3から2がなかなか落ちてくれない。おい。こんな感じですね。やっぱねこのニュートラルステア感覚がいいですね。上手くなったみたいな気がするもんな。ブレーキもよく効きます。これね最大 0.6G の回生で効くっていうんですね。あ、ちゃんとこのギア段によってちゃんと加速感が変わりますね。乗ってる実習は皆さん好きなモードでお楽しみいただければと思います。バラバラバラっていうバブリング音とかも聞こえてくる。気持ちいい。7750まで回せると。すごいバブリングも派手すぎです。アクセルオフするだけでねバブリング起きます。その話の続き、そうブレーキもだから踏んでもかなりの部分を回生で実は補ってるんですね。でそれで足りなくなって初めてでかいこのキャリパーついてますけどこのブレーキを使うという感じですね。なんかね正直車に守られてる感じはすごくするんだけど、もう一回これにするとね音消えんですよ。これがまた面白いですよね。そうパドルも使えない、本当にマキシマムなパワーというかねパフォーマンスが発揮されるのが LGB なんですね。ちょっと言いかけましたけどすごい楽しいけどなんかねこう不思議な感じがしますよね。 EV の静かさ滑らかさ駆動力制御が効いてるんだけど音は内燃自動車みたい。なんかすごいこれいい意味でなんだけどすごいシュミレーターとかに乗ってるみたいな。そういう印象がありますね。だから結構ねシャシー破綻する感じがしないんですよね。すっごいボディ剛性上げててフロントの横剛性 15% リア 16% 全体ねじりも 11% って言ったかな。それもあってすんごいリニアなんだけど、はい、ではこのままピットに入っていきます。でもねなんか限界がもう果てしなく高い。ピットに整列していきます。でさらに行くとねきっとねドリフトとかも自在なのはこれボディの剛性感とかステアリングポストの剛性感とかで感じました。ただそこに行くまでのグリップレベルがすごい高いんで一体ねどうやったらそういうことができるのか相当行かなきゃいけないのかなと思うんですけど、実はね後でドリフト旋回道場かなこれがあるんでこっちでそれはね確かめられると思います。さらにその後行動も行きますので細かくチェックしてみましょう。はい、ドリフトモード体験とそんな簡単にできるわけねえじゃんと思うんですけど、
喋れない。続けられないですね。パワーがあるのでパワーで何とかしようとしちゃうんですけど、パワーでは何とかならないんですね。でも踏んでいくと結構リア寄りなんで、というわけでまあまあできるけど、もちろん簡単ではなくて鍛錬が必要だなというところですね。もうちょっといいとこ見せたかったですね。ではヒョンデアイオニック 5N、はい、今度は、工場公道で試乗しておりますが、はい、今回はナンバーが、運転して、はい、島下さんが助手席でリラックスされております。はい、まあちょっとね EV だけど速いだけど EV だから、はい、リラックスした走りの時には静かで快適っていうのを、うん、まあ、今味わってるところです。どうですかこの車。まずかっこいいです ね、 あのね、シンプルにスポーツカーのルックス、はい、はい、ホットハッチ、そうね、はい、ホットハッチよね、ホットハッチ、まね、ホットビッグハッチみたいな、はい、そう、実際まあサイズは大きいんだけど、あの昔ながらのねハッチバックにスポイラーつけて、はい、でかいタイヤ履かせてみたいなのの洗練版みたいな、うん、いい感じですよね。なんか車好きはみんなおっと思うところはあるんじゃないですかね。はい、で今回そのすごく、まあ、大きなイベントを、うん、このアイオニック 5N のために日本では開催したわけですね、はいはい、ドイツと韓国から、うん、おそらく何十人かエンジニアが来てみたいな、ね、はい、まあ、その力の入り具合にちょっとあの正直3台ぐらい試乗車が用意されて、うん、まあ、サーキット走ってっていうそういうイベントだと思ってたら全然規模が違ったという、はい、そうですね、はい、まあ、それは僕らのためだけじゃなくて実はねお客さん候補の方に乗ってもらうイベントがこの後控えていると、はいはい、やっぱりこう どうやってこの魅力を伝えていくのかっていうと、うん、ラリーとか TCR の活躍してるモータースポーツマニアはもちろんね、はい、ヒョンデ N といえばっていうのは知ってるけど、うん、多くの人はまあ知らないですよね、うん、でも知らないところにいやニュルがねとか、まあ、言うよりかも、まあ、乗ってみてとにかく面白いからっていうことなんだろうなと思って、はい、うんうん、僕はそれはありだなとすごく思いますね。でそのプレゼンテーション聞いてると、あ、この人たち車めちゃくちゃ好きなんだなっていうのが分かりましたよね。熱い、うん、みんなすごく熱くて、ね、なんか聞いてて嬉しい気持ちになりました ね、 あのこれ今回話したわけじゃないんですけど、よく界隈で言われる話として、はい、日本語結構詳しいんですよ皆さん、うん、何を知ってるか大国とか、はいはい、つくばとか、 とかそう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 、はい、そういうやっぱりこうジャパニーズカーカルチャー、うん、チューニング先進国だし、うん、サーキットとかスポーモータースポーツ、あとはやっぱりまあね、我らの大先輩たちが出ていたベストモータリングみたいなものとかね、はい、うん、そういうのみんな大好きなんですよね。だからねそれがすごい伝わってくる車だなというふうに見ても思うし、はい、乗っても思いません。90年代のその、うん、日本の車がすごかった時を、はいはい、韓国の人たちはまあ指をくわえて見てたわけですよ、ね、まあそうですね、はい、でうちともこんな車が作れればなと、うん、多分思ってたに違いない、はい、でそれがまあこれから30年経って、はい、韓国の自動車産業が成長して、でいざやれるぞとなった時に、うん、あのもちろん最初はガソリン車 のモデルでどんどん来たわけですけども、はい、でここで一発電気の N でやったろうじゃないかという、うん、まあ、そういう気概が感じられますよね。そうですね、なんか本当にね全身車好き感とかその気合とか、はい、まあ、さらに言うと日本向けっていうことで言うと、うん、日本市場をね開拓するにはやっぱり車好きにアピールしなきゃねっていう感じがしますよね、車からね。そうですね、まあ、いろんなその、仕掛けがね、仕掛けが面白いですよね、うん、はい、まずちょっとやってみましょうかね。このスポーツモードに入れて N ボタンを押します。聞こえますか？エンジン音ですね、これはね、はい、これね
シフトも8速 DCT のように変速するんですよ。1速に入れますね。1速入んない、2速。そうですね、速度が高いですね、はい、4000回転回ってますね今。一応、6750だっけ、うん、まで普通のモードでも回り、さらに N モードにすると7750まで回ると、全部疑似なんですけどね、はい、そういうことはできると、はい、おお、ちなみにこれ音は外にも出てます、うん、はい、もちろんね規制を通る音の量音量なんですけど、はい、まあそういうところで走ってくる姿を見てもね、ちょっと面白いよねという感じがあると。そしてこの2速3速と変速した時に一瞬、トルクが抜けるんですよね。そうですね、そこうまいですねこれ。音他にもあるんでちょっと試してみましょうよ、はい、エボリューション、これはハイパフォーマンス EV を表現したサウンドということなんですね。うん、50キロしか出てないですけどねちなみに、ちなみに、はい、これあのちゃんとシフトアップ、リミットまで行くと自動シフトアップしないんですよ。あ、これは何ですか。スーパーソニックという音ですね。ジェット機をイメージした音だそうです。シフトアップしてみてください。はあ、はあ、うん、なるほど、いろいろ考えてますね、はい、まあこういう音もそうだし、はい、ローンチコントロールあります、はい、であとはねドリフトモードみたいなのがあって、まあ元々リアモーターの方が出力大きいんですけど、うん、さらにね駆動力配分基本的にはもちろん可変してるわけですが、これをね、はい、どんどんリア寄りに10段階かな、するモードもある。つまりリア10にすればモーターのインスタントトルクで、まあ、姿勢制御がしやすいっていうのかな、うん、あと回生もすごく強いからもうワンペダルみたいにサーキットも走れるよとか、ここにね並んでる N ローンチコントロール、はい、N E シフト、N アクティブサウンドプラス、N バッテリープレイコンディショニング、これサーキット走るときに最適なバッテリー温度にしといてくれるというやつですね、はい、しかもスプリントだともうちょっと高めにしとく、うん、で、耐久レースというかね長く走りたいよってときにはちょっと低めから始めるみたいなこともできます。まあこういった EV ならではの面白さと古典的なチューニングカーの面白さみたいなものが一緒になってるっていうのかな、うん、そういう車ですよね。乗り心地の仕立ても文化的な洗練された EV を、うん、昭和のチューニングカーに仕立てたみたいな乗り心地じゃないですか。はい、あのすごい快適性はやっぱり EV だから高いんですよ、うん、まあ、音出てるけど振動ないし。そうですね、はい、そうだよな、振動ないですもんね、なんか、はい、で熱くないし、はい、スポーツ走行しても熱くならないしとか、そういうとこはすごい、当然 EV なんですけども、うん、乗り心地自体は結構ゆさゆさとあの縦には揺られる動きはつけてますよね。まあつけてるというか、まあ、でっかいタイヤ履いて、はい、標準モードだと足緩めてるんで、まあこうなるよねという感じですかね、うん、でもそれって実は日本専用チューニングをしたそうです、うん、あの首都高とかのギャップっていうかジョイントですね、はい、うん、ああいうところ乗り越えるところとかがちょっと硬かったんでって言ってたから、はい、多分そのためのこのセッティングかなという気がしますね。この車はやっぱまあ速さが魅力の一つだと思うんですよ、うん、650馬力、770ニュートン級ですか。そうですね、なので、まあ、さっきサーキットで走ってるわけですけど、私も他の車の助手席には乗っていたので、はい、その速さはもう十二分に分かりましたと、はいはい、めっちゃくちゃ速いんですけど、まあ、日本で使う分にはサーキットに持っていかないと正直言ったら速すぎですよね。まあそうですね、はい、これだけの質量のあるものだから、うん、ワインディングロードとかよりかはやっぱちゃんとサーキット行きたい感じはします。で、まあ、ホイールベースは、まあ、あの 3000mm あるので、うん、結構、まあ、EV としては標準だけど普通の車とスポーツカーとしてはかなり長めで、はい、4WS もついてないので、はい、すごいワインディングギュンギュンというよりは、サーキットでの方が楽しめる車ですかね。でもねモーター駆動力制御してるでしょ、うん、だからね小回り感ありますよ。確かに今言われてはそういえばそんなにでかかったっけと思ったぐらいぐいぐいよく曲がります。そこはやっぱりまあそうは言ってもあの重たいけど重量配分は悪くないし、うん、あとはまあまさに駆動力制御ですよね。あのターンインするときにはフロントの駆動を抜いてアクセル入れていくとリアの駆動が入っていくみたいなやつは、まあ制御ずっとしてるんで小回り感はすごくあります。あのうまくいかなかったけどドリフト練習じゃないやドリフト体験みたいなのもできたんですよ、はい、でもねもうちょっと時間欲しかったなって感じですけど、うん、できますよ。あれはすごくアクセルを抜いて鼻が入っていく感じがあるんですよね、うん、でそれを待って
ちょいと踏んでいけばすごくリア寄りの駆動配分に、まあこれは可変でしてたんですけど、はい、なんかねそういうセッティングも合わせて、あの いろんな楽しみ方というか、ワインディングロード行っても、はい、めちゃキュンキュン曲がるっていうのがねできると思うんですよね。だからそういういろいろ試したくなりますよねこの車 ね、うん、どうですこの車って、その下馬評はめちゃくちゃ高いじゃないですか、はい、ヨーロッパでもアメリカでも。そうですね、あのいい賞下馬評というかね、もう実際にこう、はい、先にイギリス、ヨーロッパ、はい、アメリカ、韓国かね、うん、その辺でローンチはもうすでにされてますから、はい、かなり評価されてますよね、はい、すごく楽しい車なのは、まあ、事実ですと、うん、でもどうですか、その世界で一番楽しい車と思えるかどうかと。そうですね、うーん、僕はやっぱりもうちょっと、うん、どっちかに振ってほしいかもしれないですね。要はこれ EV なんだけど、はい、なんかこうやっぱこのエンジン音出してるみたいに、はい、古き良き車の感じじゃないですか、うん、まあここまでずっと話してきたようにというべきかな、はい、で盛んにね、もちろん EV じゃなくてできないこといっぱい入ってるんだけど、うん、どっちに行きたいのかなって思うことがちょっとあるって感じかな、うん、だからアナログな感触なんだけど、でもこれアナログ感なんだよなと思いながらなんか運転してるような気がして、うん、デジタルならデジタルで、はい、もうスーパーハイテク感っていいのになって思いもちょっとあるんですよ ね、うん、ただまあ N っていう名前をつけるんだったらこうするよなとも思うから、まだなんかそうそうこう結論出せないんだけど、はい、ファーストインプレッション、サーキットと一般道を走ってみて思ったのはそういうことでしたよね。あの私も電気自動車としての完成度はこれすごい高い車だと思うんですけど、うん、楽しい車というと、例えばその他の内燃機関の国産のコンパクトスポーツカー、うん、スポーツハッチに比べてどうかというと、こっちの方が早いんですけど、うん、楽しさ、操りやすさでいうと日本勢にこうあの軍配が上がるかなと私は思うんですね。まあその操りやすさも、でももしかしたらアナログ的なもので、うん、これをもう電子制御のモードいろいろ切り替えたりしながら、はい、自分の最適セッティング見つけたらめちゃ操りやすいかもしれない、うん、とかいう意味では、まあ、過渡期というか、はい、だし自分たちもそこに馴染むと、はい、もしかしたら今の評価が逆転するかもしれないなと思うから、もうちょっと乗りたいねって感じですかね、はい、やっぱり。ただまあサーキットその何周も走って、このバッテリー温度全然、はい、今日気温が低いのもあるんですけど、バッテリー温度全然温まらないとか、うん、もしくはブレーキもこの制動を連続させたら結構もう焦げてるぐらいの、うん、走りだったと思うんですけど、それもローターが温まってすらいないみたいな、回生の力をね、はい、フルに活用してますよね、うん、そういうところの電気自動車を使ったスポーツカー作りっていうのでは、やっぱりまあ国産よりも一歩先を行ってるのも事実かなと、うん、はい。そして値段が、うん、このファーストエディションでおよそ900万円と言われてます、はい、ただ実際それは50台限定なんですが、その後に出てくる、まあ、レギュラーモデルもちょっと装備がね、装飾が足りないっていうか、はい、足りなくはないんだよな、うん、あのスカッフプレートつきましたとかそういう話なんで、はい、ほぼ同じだと思うと値段的にはね、はい、そんなに変わんないだろうと、うん、じゃあつまり800後半ぐらいなのかなみたいな、ね、898とかそういうとこかなと思いますね。僕はもうちょっと安いかなと思ってますけど、うん、どうですかね、まあ、なかなか、はい、日本のスポーツカーファンにとっては高いから難しいけど、うん、こういうハイテク好きとかそういう人にとってはリーズナブルかもしれない、はい、例えばテスラモデル3を買おうと思ってた人、一番いいやつとかね、うんうん、これもいいんじゃねって思わせるようなものがあるのかというとあるでしょと思うんで、うん、ないマーケット、ないというかライバルがいないマーケットに出てくるんで、はい、まあヒョンデどんな戦いをしてくれるのかちょっと興味深くないですか。そしてどういう人が買うのかも私は興味深いです ね、はい、本当ですよね。これはだから行動市場、また、うん、まあ、今日も行動市場ですが、これねちょっとつまみ食いみたいなね、はい、短い時間だったんで、世に出たらねまた乗ってみたいですね。そうですね、この車は5月の中旬に、はい、ここ袖ヶ浦フォレストレースウェイと、はい、あと関西でも泉大津フェニックスかな、はいはい、で試乗する機会が、はい、一般の人向けにあるらしいんですよね、はい、なので、まあ、近い将来情報が出るでしょうから、はい、この走りどんなもんなのよと気になった人はそれに申し込んでみるっていうのがいいんじゃないかなと思います、はい、そして正式な発表は6月5日、はい、Nday と言われてます、はいはい、650馬力だから6月5日だということなんですが、まあ、ここでね価格等々も明らかになるし、まあ、その後のねヒョンデの日本での戦いぶりもなんか見えてくるんじゃないかなと思うんで、 そうですね、はい、その日を期待して待ちましょう。まあ、楽しい車でした。はい。